白柳純です。ご視聴ありがとうございます。今回は、マリンバのブレスナチュラルさんのために作った、休息、命を見つめる時間という曲についての解説をした後、DTM の演奏になりますけど、聴いていただきたいと思います。この曲は、1台のマリンバを2人の奏者で演奏するスタイルで演奏活動されてた、ブレスナチュラルというマリンバデュオの方々のために作った曲なんですけど、そのメンバーの方が、これまで6曲作ってきたんですよね。でその最中に、そのマリンバはそのバチを片手に2本ずつ持って、1人でやったら同時に4本の音が出せるんですけど、2人でやると8個の音が出せて、その8個のバチで、トレモロをこうブワーッと奏でた時のその迫力とこう美しさみたいなので、素晴らしいものがあると、でそういうのがある曲があったらいいなみたいな風に言っておられたので、そのために作った曲です。これまで、ラテン系の曲とかそのロック系の曲とかしっとりした曲も作ってきたんですけど、この曲はそのマリンバのバチを8本使った壮大な部分を最初に盛り込むことが前提だったので、ずっと8本鳴らし続けるよりはそのだんだん音が増えていって、そのマリンバの何て言うんですかね、繊細なところから壮大なところまでの表現力を余すとこなく使ったコンサートでも映えるような曲と思って作っております。タイトルは休息っていうのは、なんか自分の中でこの曲のイメージからつけたタイトルなんですけど、割と長い曲なので、この曲を聴いている間だけでもその、自分自身の今日ここにおる意味みたいなのを、ゆっくり体と心に染み渡せるようなタイトルがいいかなと思って、サブタイトルに命を見つめる時間としています。それでは DTM の演奏になりますけど、休息命を見つめる時間を